両政国一覧北海道日高国日高国の範囲。日高国は大法律領の国軍里政を踏襲し、母親戦争終結直後に制定された日本の地方区分の国の一つである。別称は日州、公州、古期八道のうち北海道に含まれた。領域は現在の日高振興局管内にあたる。日本初期、 慶光天皇27年2月12日上に、東の恵比寿の中に、北上国あり、世をすべて、えい、ー、ぞといわくふ。と見えることから、松浦武四郎が、この北上国に統治を当てて、日高と上進したことによる。ここでは、日高国成立までについても記述する。平安時代、自覚大支縁人がアンギア氏様になどで修行したと、伝わる。鎌倉時代以降には、 日の本と呼ばれる江戸がおり、江戸関理安藤氏はこれを統括した。室町時代頃には、和人が進出していたようである。江戸時代頃になると、正木藩によって、正木藩家臣が江戸と交易を行う7カ所の場所と、呼ばれる、治療地が開かれた。藩の出先機関の機能も兼ね備えた運場屋では、ブイック政策として、お武者なども行われた。制度的な詳細は、 秋内地行政及び、場所受けを犠牲を、巨場の状況については、北海道における二神漁師を参照されたい。後に置かれた軍との総体は、下記の通りである。江戸時代初期、天台宗の僧、円空が修行のため訪れ、サマニなどに足跡を記した。1611年の巨大地震により、猿川流域に大きな津波が押し寄せた。 ビラトリ町二夏三茶市遺跡の標高は61メートル、地上冠水を2メートルとすると津波浸水標高は63メートルである。この頃日高国一期では、渋ャリ地方の漁領権をめぐり二つのアイヌの集団、メナシクルとシムクルの間で、争いが続けられ、マサキハンの調停で一度は収まった。しかし、争いが再燃、武器を提供してくれるようマサキハンに申し入れた。 シュムクル総おつめオニビしの娘子で、大人うタフが放送で死亡したところ、和人による毒殺と誤解したアイヌが各地で放棄する、釈社員の戦いが、漢文9年6月に勃発、日高国域内でも多数の和人が殺害されたが後に、指導者であった総おつめ釈社員は暗殺され、拠点であった渋チャリの茶師も陥落する。しかし乱には、和人の参加者もいた。江戸時代から、 明治時代初頭の交通について、陸上交通は、都東国の函館から、道東や自島国方面に至る、道の途上であったが、沿岸部に一部地形が険しい難所があったため、完成11年に江戸地取締御用を命ぜられた、大河内全米正都は、中村小一郎、もがみ徳内らに明治様二軍の様二三道及び、朧泉軍の猿留三道などを改作させた。 これらの参道は、今日は2年12月から翌3年にかけて、南部藩によって修繕されている。また、井上忠孝や松浦武四郎なども通行している。冬島からホロマン館の様に参道は、道径三里弱であったが、ことに昇級所が設けられ、明治6年には山中に、旗子や原田塾が建てられている。日高国内の河川には、 半生時代から廃止地検までの間16箇所の都線場数があり、渡し船なども運航されていた。海上交通は、和人地や機内などとの間に北前船の航路が開かれ、猿軍門別や様になどにも寄港していた。江戸時代後期、日高国域は東江戸地に属していた。国防のため、完成十一年頭エゾ地は、抗議御両とされ、完成十二年。 伊能忠敬が沿岸部を測量。文政4年には、一旦、正木藩領に服したものの、安政2年再び抗議御領となり、仙台藩が警護を担当した。江戸三漢寺の一つとして文化年間に建立された、東、陰が、様に軍にある。神社は、漢文9年創建の浦川神社、完成10年頃創建された、吉常神社。 公営三年に創建された様に軍の住吉神社など、下記の神社をはじめ江戸時代以前に創建されたものが多い。上記の社格はすべて豪社以下である。日高国には、県社以上の社格に列せられた神社は存在しない。以下の七軍で構成された。分領支配時、上記の多治社領や徳島藩市領があった。明治五年の調査では、 人口6574人を数えた。ありがとうございます。